北国新聞ニュースをお伝えします共に河北市出身のヤクルト奥川康信投手と巨人の山瀬慎之助捕手の2人が昨日北国新聞社でプロ4年目の誓いを立てました新年の挨拶のため北国新聞社を訪れた2人は富田秀和会長から激励を受けそれぞれ今シーズンの抱負を語りました このうち昨シーズン右ひじの不調から2軍で調整を続けた奥川投手は色紙に復活の文字をしたためました一方1軍での出場が8試合にとどまった山瀬捕手は1軍定着という誓いを立てました2人とも年末年始は実家で過ごし日本一を経験した宇野家中学校時代の野球部の仲間や 夏の甲子園で準優勝を果たした清涼高校時代の同級生と食事を楽しんだほか、学童野球チームの子どもたちとも交流しました。山瀬保氏は、昔の仲間や後輩から元気をもらったと振り返りました。一緒にふるさとを盛り上げたいと語った奥川投手と山瀬保氏は、自主トレーニングを経て来月のキャンプインに備えます。 金沢市が新しい市民サッカー場のために呼びかけた資金募集に、当初の目標の5.6倍にあたるおよそ5600万円が集まりました。金沢市は磯部町の城北市民運動公園の中に、新しい市民サッカー場を建設中で、J2 の津江源金沢が来年のシーズンから本拠地に使うことになっています。 その観客席のグループシートやフィールドシートの整備に充てるため、金沢市は去年9月16日からふるさと納税制度を活用し、クラウドファンディングで一般から寄付を募っていました。募集が先月末で終わった結果、また、延べ1658人から合わせて5,665万9,500円の寄付が集まり、 当初の目標の5.6倍に達しました。このように大きく伸びたのは、日本代表が躍進したワールドカップの盛り上がりに加え、年末にふるさと納税が増えたことによるものとみられています。今後、振込未払いなどで寄付総額が若干減る見込みですが、5000万円超えは確実で、金沢市の村山隆市長は、 昨日の年頭会見で、いろんな人の意見を伺い、感染しやすい環境を整えたいと話していました。山中温泉を獅子の里として発信していこうと、地元の商店会が獅子頭のガチャを商品化しました。山中温泉では、ユナが客先の旅館に向かう際、 人目を避けるために風呂敷をかぶった姿が獅子に似ていたことなどから、芸技衆のことを獅子と呼んでいます。その獅子を幅広い年代の観光客に身近に感じてもらおうと、湯野本町商店振興会は、獅子頭を手に取りやすいガチャの商品にすることを考えました。およそ7センチのフィギュアは、山中漆器を製造販売する 田田警官が手掛け、恋恋祭りに登場する王子しみこしの黒の獅子頭や、山中座で芸技が披露する獅子踊りの赤の獅子頭など5種類あります。獅子頭のカプセルトイを販売するガチャガチャは商店街の2カ所に置かれ、1回500円で楽しめます。湯野本町商店振興会副会長の二木勝司さんは、 獅子と湿気を組み合わせたガチャガチャで山中温泉に古くから伝わる文化を多くの人に感じてほしいと話しています河北軍市の消防団連合会が昨日県内のトップを切って河北市内で出初め式を行い団員たちが一斉放水で火消しの心意気を示しました 一斉放水の会場になった。河北市内日住の宇野毛川左岸には。河北市津幡町内灘町にある。二十三の消防分団から。およそ四百七十人の団員が集まりました。川岸にはポンプ車が並び。団員たちは河北軍師消防団連合会の内田義則副会長の合図で。雪が降る中、一斉に水を放ち。 防火への決意を新たたにしましま一斉放水に先立ちアクロス高松では出初め式の式典が行われ消防団連合会で名誉会長を務める油野和一郎河北市長や連合会長の七黒功津幡町消防団長が念頭の挨拶をしました。 トランポリンの初飛び会が昨日金沢市内で行われ、元気な跳躍で今年1年の上達を誓いました。金沢市トランポリン協会の初飛び会は、新型コロナの影響で3年ぶりの開催になり、トータス、タートル、金沢ジャンバーズの3つのクラブと、キャッツアイ金沢、金沢クリールが参加しました。 会場の旧夕日寺小学校体育館には園児から中学生までおよそ50人が集まりトランポリン協会副会長の澤田幸宏さんが「うさぎ年はまさにトランポリンの年一歩一歩着実に上達してほしい」と挨拶しましたそしてチームの代表が抱負を述べた後子どもたちが元気に今年初めてのジャンプを跳びひねりや宙返り 開脚などを披露しました。